ここはですね、どこに見えますか？遠く遠く離れた場所で新しい自分の。普段の魅力は振りも一つ一つ意味があるんですって。誰かのことを思いやって、特に歌詞に対して思いが乗っかってる、待ってる人もそうだし、曲を提供してる、歌を歌ってる人、奏でてる人、皆さんそれぞれが思いを持って一つのものができてるっていう、そういった調和な部分がすごい魅力的だなと思ってます。他の島々の人たちと関わるきっかけになったと思うんですよ。他の島のことも思いやるような形になったと思うし、特にコロナでは実際にリアルでは会えなかったんですけど、このオンライン通じて思いがこうつながったようなところをすごく感じますね。本当に島11島が一つになるきっかけになるんじゃないかなと。プラ各島になるんですが、同じ曲で同じ踊りを踊るってなかったので、なんかそれがシンボルになると期待してます。で、それが今後も続いてくれることを期待したいなと思ってます。